主らか。ここいらで竜についての情報を集めているというのは。ねえ、そうですか。竜の伝承について大まかには聞いたのですが、雷を止める具体的な手段は見つけられなくて。竜の怒りを鎮める方法について語られている箇所が伝承の中に出てきたりしませんか？あるぞ。え、あるんですか？なんじゃ不満か。いやいや、まさかそんなあっさりと方法が見つかるとは思っていなくて。教えてください、おばあさん。いいじゃろう。竜は人々の崇拝に応え、この地で人々を守ることに決めた。そこまでは知っているか？はい、続きを。うむ、その際に竜は人間に一本の槍を与えたのじゃ。それは銀シランの槍という。銀シランの槍ですか？その槍は雷をまとっており、竜の落とす雷に呼応し相殺させることができるという。人々の存在を認め、彼らを守ると決めた竜は、自分の雷から身を守る術として、その槍を人間に送ったのじゃ。伝承通りであれば、その銀シランの槍を使って落雷を止めることができると。伝承を信じるのであればじゃがな。それで銀シランの槍はどこにあるんです？峡谷近くの遺跡にある。かつて竜を信奉する一族がそこに安置したのじゃ。それじゃあ早速その遺跡に行こう。待つのじゃ。すでに放棄された遺跡とはいえ、銀シランの槍が安置されておる場所、そう簡単には入れん。ではどうすればいいんでしょうか？入るためには三つの鍵が必要じゃ。それは西帝国の各地に散らばっておる。その鍵を取ってくるしかないの。三つの鍵ですね。わかりました。早速。待て待て、まったく落ち着きのない男じゃの。これを持っていけ。これは炭ですか？落雷でできたものじゃ。落雷？この地域では雷を神聖なものと捉え感謝するという風習がある。そこで落雷によって木からできた炭はお守りとして使われるのじゃ。雷を操る竜を信仰していた名残ですか？もちろんじゃ。今では竜の伝承も失われつつあるが、雷への畏怖と敬意は残り続けておる。さあ持っていくがよい。ありがとうございます。でもどうしてここまでしてくれるんですか？そうじゃな、わしは竜の存在を信じたことはないが、幼い頃から聞かされていた竜の伝承が大好きじゃった。落雷で人々が竜を恐れ嫌ってしまうのが嫌なだけじゃ。子供の頃の思い出が怪我されるようでな。わかりました。必ず雷を止めます。うん、頼んだぞ。
そして俺たちは西帝国のどこかにあるという鍵を探すこととなった。実は実はそれと、なるほど、なるほど。そうだね。そうか。まさか。なあ。ありがとう。頼む。